はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。で、今回は This is a Police、63日目をプレイしていきましょう。で、前回ですね、こちらを支援してくれるような人たち、トロイスターをはじめいたと思うんですけど、彼らから新聞をチェックするときにメモを挟むんで、それをちょっと今後の攻略のヒントにしてほしいみたいな、やりとりがあったと思うんですが、早速ですね、なんかメモみたいな、牛なのか犬なのか、なんか謎のメモ切れみたいなのが挟まってるんですね。ちょっとこれが何なのか気になるところですが、早速63日目、9月15日日曜日プレイしていきましょう。シニア世代薬買いだめ。フリーバーグの水飲み場。すべて撤去。なんか理由あるんですかね。市内でバイカーイベント開催。ということですね。今日はちなみに、前回のデモを鎮圧した時の対応に関して検察当局から出頭を命じられてるんですよ。あ、これだ。あなたは性的指向が異なる人々についてどう思いますか？普通の人間だにしましょう。好きな相手と恋愛する権利は誰にでもあると思います。これは検察にすでに入っていますね。我々が手に入れた情報によれば、あなたは若い頃ゲイの男性と喧嘩したそうですね。そうなの？相手は病院送りになったものの、あなたを訴えることはしなかった。ただの喧嘩です。別にゲイだから喧嘩したわけではありません。酔って絡んできたから応戦したまでです。相手は酔いが覚めた後に謝ってきましたよ。ここまでは至って普通ですね。なぜ性的マイノリティグループのデモに警官を送り込んだんですか？騒音に対する苦情が来たからにしましょう。デモは学校の正門前で行われていました。授業ができないと教師たちから苦情が来たんですと。デモを無理やり鎮圧させるよう命令を出しましたか？いや、市のせいだ。市長から手紙で命令が届きました。無視するわけにはいかなかったんです。これメールがありましたからね。市長をチクったことによって何が起きたかわからないけど。はい、というわけで、どうでしょう、63日目、あっという間に終わってしまったんですが、一応1日1回って決めているので、これで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。